さ、僕はスラボップさんの多くを見るっていうのは初めてなんですけど、どういう戦術で来るのか。ファーストヒーローは BM もしくはファーシーアーかと思うんですけど、何をチョイスしてくるのか。さあ序盤は特に変わったことは両者してないですね。多番オーダーというわけでもなく普通のオーダーですね。レスリオさんの方はパワービルドはしないなるほど、感染しようとしたら終わっていたと。まあこちらで見てください。さあパワービルドはしないで普通にヒーローが出るのは普通の速さ、両者同じぐらいの時間にヒーローが出てくる形ですね。さあファーストヒーローは BM、 スラボップさんは BM をチョイスしている。さあ特にここまでは特別なことはしていない両者。おっと、今ちょっと変身したように見えたんですけど、すぐに戻しましたね。まあこれはキャンセルするでしょう。さあ互いにクリーピングからスタートですね。おっとこれはちょっとペザントが一体やられてしまったのは、これはちょっとミスか、ミスですね、おそらくは。さあちょっと思いがけないところでの一体失ってしまったというところでしょう。さあアイテムはサークレットオブノビリティが出ているブレードマスター。さあアイテムは両者同じですが、ありがたみから言えばおそらくは BM が手にサークレットオブノビリティを取った時の方が嬉しいでしょう。おっとここで2回目のミニティア導入で、ここは傭兵キャンプ前を狩る303。さあここからは BM がハラスに行く動きでしょうか。さああともうちょっとでレベル3になりそうですね。あと緑のどこか適当なところを狩ればレベル3になるでしょう。BM はこれはレベル 2でのハラスの動き。さあ雷生面を見てみると、スラボップさんの方はティアツまであと半分ぐらい、ちょっとスリオさんの方が遅れてますけど、あんまり大した差ではないでしょう。さあここでグラントが1体やられてしまう。傷ついたグラントに傷薬を使っていなかった。さあこれはちょっと美味しい、レベル3になったアークメイジ。さあこれでウォーターエレメンタルが非常に強力になった。さあブーツを持っているので追うことはしない。さあクリティカルストライク発動してしっかり殺しましたね。一体フットマンが一体ダウンしてしまった。さあここで2体目がダウンするか。さあここでダウンすれば差し引きが
フットは2体とグラント1体なので、ちょっとスリオンさんが損をしたといった感じでしょうか。フード的には27オーク、それに対して33のヒューマン。さあレベル3のウォーターエレメンタル、結構無茶ができてしまう。そうセカンドヒーローはシャドウハンター。スリオさんの方はセカンドヒーロー何を出してくるか、おそらくはビースト、おっと雇わないというよりも木がないみたいですね。さあ MK をチョイス。さあレベル2のウォーターエレメンタルで押している。超えてないよ、超えてないよ、全然超えてないですよ。狙ってたな、狙ってたな、スリオさん。さあここでかなりレベル3のダークメイジが暴れている。ブーツを持っているためになかなかダメージも与えることができない。さあこのハラスはなかなかきつい。さあ1個テントが荒れてしまった。ここからのユニットの追加はまたバロンを立てないといけない。しかしこのフットマンの量、さあこれ以上の長いはちょっと危ないと判断。さあギリギリシャドウハンターが生き延びた。しかしかなり被害を受けてしまったスラポップ選手。さあここからキャスター、そしてフットマン1,2,3,4,5,6,7,8 体、そして MK のコンビで攻め込まれた場合かなりきついですね、スラボップさん。さあここでこれはに行きましたね。これタワーラッシュ行きますね。十分アドバンテージを取ったと判断してタワーラッシュに行く。おっとタワーラッシュではない、タワーラッシュではないのかな。これバレたからちょっとタワーラッシュはやめたという形でしょうか。これだけフットマンがいれば、まあおっとミニティア立ちは素通りしましたね。さあ大乱戦、さあ最後いただいてレベル3になった BM。 さあギリギリマナが復活した。さあちょっとバレてしまったのでタワーラッシュを躊躇したという形か、それともミニティアのままで突っ込ませるのは嫌だという判断かちょっとわからないですけど、さあこのままタワーラッシュに行きましたね。さあここは返すのはかなり厳しいと思われるのですが、さあフットマンが一体ダウン。さあこれディフェンド覚えていないのか、ディフェンドは覚えていないですね。覚えていないためにバローの矢がかなり入っている。さあここでここで BM がギリギリ、しかしマナがない、マナがない、マナがない。さあ BM なんとか逃げ切る。しかし一本タワーが立とうとしている。だがこれはフットマンがだいぶ削れている。対してグラントはあまり削れていない。さあここを返すことができるか。さあ今進化が半分といったところ。さあ修理、これは壊すことができないでしょう。さあしかもソーサレスが来た、ソーサレスが来てしまった。非常に攻撃がゆっくりになる。